あ、専門学生が独断と好みで選ぶ Amazon 人気上位シャーペンランキングレッツリライフとまるきです。というわけで今日の動画は久しぶりの文房具系でございます。いや、最近ね、やってなかった理由としましてはですね、僕もちろん文房具あんまり使わないんですけど、皆さんも休校中ね、文房具あんまり使わなかったと思います。ただ現在ですね、6月2日火曜日の4時4分なんですけど、もうそろそろね、自粛も明けて学校が始まるっていう方もね、ポツポツと出てくるかなというところで、まあ、気分の切り替えも込めてシャーペンとかを変えてみようかなと思ってる方もいらっしゃるかなということでですね、久しぶりに文房具動画、今回はシャーペンを扱っていこうと思います。でですね、今回は Amazon でシャーペンを買ったんですけれども、全部評価が高いものを買いました。人気上位ですね。評価が何千とあるけど星4点何をキープしているっていう、もう歴戦のシャーペンですよ。それを今回はね、4本か5本かどっちか買ったんで、まあ、果たして Amazon の中で人気なシャーペンの中でも俺が好きなシャーペンはどれなのか解明していくと同時に、書き心地なんかもレビューしていくんで、学生のみんなには参考にしてもらえればいいかなと思っております。早速行きましょう。というわけで今回は専門学生が独断と好みで選ぶ Amazon 人気シャーペンランキングです。自由にやっていこう。今日めっちゃちゃんと言える。虫をやってしまった。いや、そうだよね。普通こう、え、そうだよね。え、あれ？あ、意外と丸出しで入ってるんだね。というわけで今回は4本のシャーペンを購入しました。順番にエントリーを紹介していこうと思います。エントリーナンバー1、三菱鉛筆、ユニ、アルファゲルスリム 0.3、ロイヤルブルー。エントリーナンバー2、ステッドラーシャーペン、製図用 0.3mm、ナイトブルー。エントリーナンバー3、ペンテル、スマッシュ、ブラック。エントリーナンバー4、ペンテル、グラフギア1000。今回はこの4本のシャーペンのエントリーです。まあ他にも人気のシャーペンあったんですけど、とりあえずこの4本がものすごい高評価をたくさん集めていたんで買ってみました。そして5本目は僕がもともと持っているこちら、クルトガのなんかかっこいいやつです。というわけで今回はこの5本を書き比べていこうと思います。前回の消しゴムランキングの跡がある。結局レーダー使ってるしね。ペン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 。はい、ちょっと後日になってしまったんですけれども、早速今回買った4本ともともと持っている1本合計5本を書き比べていこうと思います。で、今回全部 0.3 のシャーペンを用意しました。なんでかっていうと、俺が普段 0.3 を愛用してるっていうところで、なるべく普段の使用感に近いもので選びたいなと思ったんで、そういう風にしております。多分ね、 0.5 だとまた変わってくるとかあると思うんですよね。というわけで1番手はアルファゲル。見た目はこんな感じ。めちゃくちゃかっこいいね。今回買った4本の中でこれが一番見た目好きですね。シルバーと水色っていう、まあ間違いない組み合わせだよね。このロゴもね、違和感なく刻印されていて素晴らしいですね。アルファゲル、まあこれね、みんなも一度は触ったことあると思います。そういう感じの素材です。うん、ノックの感じも硬すぎずって感じですね。じゃあ書いていきます。やばい、久しぶりにペン握るから字がうまく書けない。やばい、マジでうざいぐらい書けないわ。字が雑魚すぎない。はい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 。とりあえず次いきます。はい、次はこちら、ステッドラーの製図用シャーペン 0.3mm。 見た目こんな感じですね。かっこいいよね。めっちゃかっこいい。アルファゲルとはまた違ったかっこよさというか、こっちが小学生中学生に受けるデザインっていう感じで、こっちが高校生大学生に受けるデザインっていう感じですね。まあ俺はどっちも好きですけどね。なんかね、重厚感があってかっこいいですね。あ、こっちの方が好きかな。手に取ってみてわかる、このかっこよさ。いや、アルファゲルが1番って言ったけど、ステッドラーかもしれない。ノックの感じは、あ、こういう感じか。こうカチカチ言わないタイプ、こんな感じ。俺ね、カチカチ言うタイプの方が好きなんで微妙ですね。じゃあ書いてみます。これシャーペンの芯の違いとかあんのかな。シャーシン統一した方がいい。
より厳正なる審査をするためにもともと持っていたこれ 0.9 ですけど本当は 0.3 です。 0.3 のシャープ芯に全部入れ替えて検証していこうと思います。じゃあちょっと改めてアルファゲルの方を書いてみたいと思います。うん、はい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 、あーはい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 、いやなんでねシャーシンで変わるかなって思ったかっていうと、今書いてみた感じアルファゲルよりステッドラの方が滑らかだったんですよね。柔らかいっていうか、アルファゲルの方がガリガリするっていう印象だったんで、シャーシンの種類によって硬さとかが違うのかなって思ったんですけど、シャーシン統一してもステッドラの方が滑らかだったんでシャーペンの性能なんだっていう風に思いましたね。今のところ俺はステッドラの方が好き。そしたら次はスマッシュ使っていこうと思います。これはねめちゃくちゃ有名ですよね。俺でも知ってるもん。見た目はこんな感じ。もうほぼほぼ真っ黒ですね。真っ黒なボディにちょっとだけ赤い文字でロゴが入っているっていう感じでございます。シンプルでね、色より造形で差別化してきてる感じで、まずこのノック部分全然違うでしょ。こんな感じで全然違うと思うんですよ。なんかポンプみたいな感じになってるんですよね。こんな感じで、これがまずね独特だなって思いました。でグリップ部分、なんか室内アスレチックにありそうなボツボツができてる感じですね。伝わる？まあ、少し気持ち悪いようなデザインになってますけども、でもね全然持ちにくさっていうのはないですね。書いていきます。え、すげえ。待って、書きやすい。純粋に書きやすい。なんだろう、癖がね、すげえぞスマッシュ。書きやす、やばいぞ。じゃあ次行こう、次行こう。はい、次はグラフギア1000。見た目こんな感じ。だいぶ武骨ですね。全体的にメタリックっていうのもありますけど、まあ、こういうクリップの部分とかグリップの部分もなかなかいかついデザインをしてます。でこの銀塗装に文字の色は茶色っていうなかなか渋めなカラーリングでございます。いいですね。うん、すごいね、カシャカシャ言います。嫌いじゃないけど好きでもない。ノックはねアルファゲルとかスマッシュの方が好きですね。あーこういう感じね。オッケーオッケー。じゃあまあ最後はもともと持っていたクルトガのハイグレード。これもねルックスかっこいいよね。これはもう気に入って使ってるから、あー馴染む、すげー馴染む。同窓会終わった後クラスの仲良しメンバーで改めて集まった時ぐらい馴染むな。はい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 、オッケーです。ランキングを決めていこうと思います。ランキング、はい、出ました。まあランキングバレちゃうんであんまり見せられないですけど、まあこの下の方にね特徴とか書いてランキングつけましたんで発表していこうと思います。いや俺ねランキングつけるの本当に苦手で、なんかめちゃくちゃ分かりやすかったらいいんですけど、そのあまり分かりやすい差がない場合のランキングってすごい苦手で、なんでランキング動画なんかやってんだって話ですけど、まあでもその微妙な差を感じ取ってランキングつけたんで発表していこうと思います。じゃあ第3位から。第3位はこちら、クルトガハイグレードです。はい、これはね第3位という結果になりました。今まで持っていたシャーペンは第3位、よりいいシャーペンに巡り会えたということですね。続いて第4位、こちらユニアルファゲルです。これが第4位でございました。感想としましてはノックはすごくいいです。このしっかりとカチカチする感じ、ノックは好きでした。で、見た目もさっき言った通り普通にかっこよくてなんですけど、ちょっとね書き味が好きではなかったというか、ちょっとガリガリするというかね、そういう感じの印象でした。クルトガに若干似てる感じですね。で、このアルファゲルはグリップが持ちやすいです。こんなねいいとこしか言ってないんだけども、4位でございましたね。上がちょっと今回は強かったです。第2位、こちらステッドラーでございます。これが第2位。ノックはねまあこんな感じでカチカチ言わないタイプで、若干好きではない方なんですけど、まあでもこれはこれでいいのかなと思いました。見た目がかっこいいですね。ちょっとアルファゲルよりもこっちの方が好き。なぜかガリガリ感がなく描けました。ただここのグリップの部分がですねザラザラしてて、すごくグリップの役割はしてくれるんですけど、若干痛いというか、まあ擦んなければ問題はないですけど、ちょっと痛い。もう少しこのグリップどうにかしてくれたらいいなっていうのはありますね。こんな感じでちょっとね紙ヤスリ的な感じになってるんですよね。続いて第5位、残念ながら第5位はこちらグラフギア1000でございます。
まずノックはだいぶ重ためのノックですね。で、見た目は見てわかる通りだいぶいかついです。ごつい、まあ、こういうのが好きっていう方ももちろんいると思うんですけど、僕はスタイリッシュな方が好きだったんで、はい。で、かき味はなんか普通ですね。特にこれがこうとかいうのはあんまり感じられなかったというか。で、シャーペン自体が少し重たくて、長く書いてると疲れてきそうだなっていうのもあって、で、あとはこのグリップの位置なんですけど、他のシャーペンに比べてペン先が長いので、それに伴ってグリップの位置も上がってるんですね。俺結構近くでこうやって握りたいタイプなんで、グリップの位置がね高くて疲れるかもしれないなって思いました。残念ながら5位という結果でございました。ということは、栄えある第1位はスマッシュでございます。はい、 いやこれはもうね、みんながいいっていう理由分かりましたね。もう書いた瞬間に書きやすいと思ってしまいました。特に特徴的な書き味ではないんですよ。別に滑らかすぎるとか硬すぎるとかは全然ないんですけど、ひたすら書きやすい。これ書きにくい人いないんじゃないかなって思うぐらい書きやすい。本当にそう思ってしまうぐらい書きやすい。ノートを取る人とかには向いてんのかなって思うシャーペンでしたね。ただね、個人的にこのルックスがあんまり好きじゃないので、そこをもうちょい改善してもらえれば、まあ、改善っていうか、これはこの会社のもんだから多分改善はしないと思うんだけど、そこだけちょっと違ったらもっとズバ抜けて1位だったかなって思いますね。というわけで1位スマッシュ、2位ステッドラー、3位クルトガハイグレード、4位アルファゲル、5位グラフギアという感じでございました。ちょっと今ね12時52分なんですけど、13時からオンライン授業が始まるので焦っております。まあ、あくまでもね、個人的な感想ですので、皆さんはもしかしたらグラフギアが一番いいと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあでも僕の感想を聞いて自分の好みと合いそうだなと思うシャーペンがあれば、概要欄にリンク貼っておきますんで買ってみてください。いや、まだまだ気が抜けない状況ですけれども、学校が始まった皆さん、そうでない皆さんも頑張っていきましょう。今回は以上でございます。動画いいなと思ってくれたらチャンネル登録とグッドボタンと通知ボタン、ベルボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイシャーペン。